バイリンやインタープレーション。まあ、X 座標と Y 座標と4つのデータがあったと。で、データの数が4個、3個、3個、3個なんで、ちょっとまあ、めんどくさいんで、全部4個になるように線形保管したと。んで、4個になったんで、まあ、ともともこのデータに対して、保管してみたいと思います。で、また、それぞれのブロックに分解します。それで実際にはこのデータに対して、バイキュービック 2D という組み込み関数で保管して、クリエイトメッシュでそれを演習という形です。つまりデータの点数はこの格子で書いた頂点の部分だけあって、それをこういうふうに保管しています。メッシュの数を変えてやると、まあ、必ずしもこれらの点が全部乗っ取るかというと、ちょっと違うところにあったりするということが分かるかと思います。しかし、まあ、往復してば、ほぼほぼ全部の点が、それぞれのデータごとに、バイキュービックで保管されていることが分かります。で、その次に、特定な X と Y 座標に対して、この値になっているかというのを見る方法を示したいと思います。水色の方が、L インター P という線形を使ってますので、まあ、線形にガチャガチャって動いてみると。それから、ピンクの方が、さっき言った、泛関数のいろんな種類の、この3つを使ってますので、種類ごとに変化します。ちょっとやってみます。L を C に変えてみると、まあ、リニアと L なんで、でもこっちちょっと違うと思ったんですけど、C に変えてみると、ここは変わります。それから P に変えてみると、もっと変わるということであります。しかしまあ、それぞれのやつで、それぞれのところの点の座標は、XYZ、XYZ という繰り返しを、ここで書こうとすると、この点がかけて、ここと、この表面上の点というのがちゃんと現れています。まあ、これ裏返してやれば、当然、裏側からも、この緑の点は見えるというふうになります。で、まあ、これが、保管によって、二次元のデータを三次元的に可視化しているわけであります。ついでに、このところでは、ミニマムエラーを使った、この方程式の仮定したやつのやつと。そうすると当然、方程式には、こういうふうにして、うまくいってないというところも当然あるということがわかるかと思います。それからさらに、こっちの方で、その方程式の、平面だけだと、まあ、こんな感じだし、4次とか3次でやると、それぞれ違った形で、まあ、出てくるので、どんだけのやつで保管するかというのは、これビットですけども、結構大切になってくるんです。関数の形に合わせる必要があります。はい、以上です。